見事な働きであったぞ勇者よ。この上はそなたを大将軍に任じて兵馬の体験をすべて委ねようと思うが、痛ましいことじゃが、よくぞ言った。子供の教育は国のもとい。それもまた平時に劣らぬ国家の大業じゃ。貴殿こそは天下の義士と言えよう。天下万民のためより良い人材を育ててくだされ。いらっしゃい。これからの時代は学問を学ぶことが大切です。まず読み書きの基本から始めましょう。はい。私疲れちゃった。勉強なんかできないよ。今回はここまで。はい。礼法とは伝統的な礼儀作法を学ぶお稽古です。はい。今日は体がだるくって。あなたはまだ偉い人の前には出られませんね。はい。じゃあ行ってきます、お父ちゃん。人さらいだ。残念だわ。え？あんまり聞いたことない。上品な感じがする。少し体が弱いってことを聞いたよ。はーい、行ってきます。これこれ、お前は何者だ。こんにちは。ん？この娘、ただの平民とは思えない気品だぞ。よし、通れ。隊長に取り継いでやろう。何？王様に面会に来た娘。こんにちは。うん、これは品のいいお嬢さんだ。侍従の方に紹介してやる。侍従とは王族。おや、衛兵隊長。こんにちは。残念だが、お前さんのような不作法者を王様に会わせることはできんな。
気遣ってくださって。いらっしゃいませ。これは勇者様、武器はこんなのがあるね。他にしますか？またのお越しを。一番の木こり、里道様とは俺のことだ。はい。驚いた。女の子でもなかなか。はい。何事も基本が、はい、疲れて稽古に身が入らないの。今回の訓練は今日で終わりだ。どうだ、やめておくか。まあいいだろう、お前はまだひよっこだからな。そなたが今度のアルバイトか。はい。お布施をなくしちゃった。祭壇に雑巾水をこぼしちゃった。ドブ掃除をしてたら転んで泥だらけに。お前は今日までだったな。これが給金だ。悪いが失敗をした日の分は神の名において差し引かせてもらったぞ。どっちみち少ないかな。ではお稽古。はい。今日は体がだるくって。まだまだダメです。またおいでなさい。はい。そんなに疲れてないのにね。よかった。